メイドの皆さんに来てもらってます。よろしくお願いします。まあ1年ぶりの登場ということで、まあ、どうですか、皆さんもいろいろと1年経てばいろんな状況も変化したりすると思いますけども、我々とかってどうですか、老けました？そうでもない、髪が伸びました。まあこれがね、はい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 、うんうん、姉さんとかどうですか？もう変わってないです。可愛い、変わらずずっと変わりなく、髪が長くなった、うん、長いました。はい、バンドメイドの皆さん、本日も館内デビューでようこそ。メイド服をまとい世界征服を目標に掲げる女性5人組ロックバンド、秋葉原のメイド喫茶で働いていたポの人ことコバトミックさんを中心に結成されました。そんなバンドメイド、ニューポンのニューアルバム「サンカラー」が絶賛発売中です。1年ぶりのね、から変わったこと、前回出演時から変わったこと、ああこれですね、はい、はい、じゃあコバトさんからいきますか、うん、筋膜ボールを使うようになりました。うん、何ですか筋膜ボールって？前回の肩こりにちょっと、つながってたりするんですけど、はいはいはい、筋肉をほぐす筋膜ボールっていう、本当に筋膜ボールボールがあるんですけど、それで怖いな、もう凝りがひどくて、一回ぎっくり腰になってしまったんです、ここはと。なのでそれからストレッチとかを毎日するようになって、うん、筋膜ボールっていうのを使うようになって、メンバーもみんなやってます。ちなみに、ボールなんですか？ボールです、ポ、はい、ラクロスボールとかみたいなボールで体をほぐすっていう、そのボールを押し付けるみたいな。そうです、体とこう密着させてコロコロさせたり、それに体重を乗っけて、凝ってる部分の筋膜を剥がすっていうのをやってます、ポ、うん、筋膜ボール、うんうん、ネーミングがちょっと生々しくて怖いですね。筋膜ボールみたいな。そうですね。あとは最近ゴルフボールも買って、顔をゴルフボールでコロコロしてやってます、ポ。顔のこりもひどいので。あ、そうです、ポ。鎖骨とか効きます、ポ。はまってちょうどこの鎖骨の上に。あ、そうですね、ここにね。これ筋膜ボールだと入らない。そうなんです。なるほど。大きすぎて。少し小さい。ダイソンみたいな感じで、ダイソンって感じで、パラパラって結構それも痛いんですか、やっぱゴルフボールがちっちゃいので、はいはいはい、あ、よく効くんです。本当だ、鎖骨のとこすごい効きますね、うん、ちょっとグッてやっただけで、うん、あ、なんか血行が良くなった気がする、すごい、あ、でも血行良くなりますか、すげえ、もっと良くなると思います。絶対ゴルフボールやった方がいいです、ポ。買います。営業かけられてる。しかもなんか全部買いますって。すごい即答で買ってくれる。営業マンとしてありがたいですよね。あ、ここ効きますね。なんか入ってんな、これリンパ的なものも多分。とか首のリンパとか、ね、うわ、あるあるある。筋があるので。うん。うん、俺あれなんですよ、ちなみに全然凝りとかほとんどないんで、昔から、うん、たまになんか本当にやばい時とかにマッサージ行くんですけど、効、うん、きすぎちゃって、うん、だからポッとまた逆パターンで、逆ですね、入りすぎちゃって、俺とかもう「いってててててて!」って「ダメよ、寝ろ!」っつって、ふざけんなよみたいなぐらいも全然ダメだったら、筋膜ボールとか、はい、そのゴルフボールで自分のこう、うん、いい圧でやるのがちょうどいいかもしれないです、うん、ここ素晴らしいですね、うん、全然違います、いいの見つけちゃった、なんか、うん、はい、ぜひゴルフボールを買ってください、はい、ね、はい、買います。はいはいはい。そして、佐伯さん、うん、お友達が増えた。え、はい、お友達が増えました。ちょっとちなみに、1年前でだいたいどれぐらいのお友達の両手で足りるぐらいの感じ？そうですね、3人ぐらい。生々しいぞ。まあ、もともとが少なかった、少なかったので、そこら、まあ、2人増えました。じゃあ今、はい、計5人と考えていいわけですか？片手いっぱいになったっけ、ね、計5人になります。すげー、まだまだ伸びしろがあるってことですもんね。うん、そうですね、うんうん。まだまだいけます。はい、あ。いやいや。それ大会とかじゃないんですけどね。キャパオーバーになりやすいので、うんうん、
5人がちょうどいいかもしれない。もう結構マックスかもわかんないマックス来てるかもしれない、みんな友達が多いんですよ、他のメンバー社交性高い、まあ、ポとか多そうだもんね、多い、そうですね、地元とかにも多いですし、いつの間にか地方の友達とか飲み仲間とかも増えて きますもんね、気づいたらあれみたいな、すごいな。大体概算でどれぐらいいらっしゃるんですか。わかんないですぽ。なんか100は言ってます。いや友達っていうのが、うん、友達っていうより飲み仲間の方が多くて、そうですぽね、飲み仲間だったら結構いますぽね。小畑さんが友達って思ってなくて向こうが友達って勝手に思っちゃってるパターンありそうですね。あるかもしれないですぽ。1000は言ってるだろうな、すごい1000も言っちゃいましたぽ。すごいぽね。じゃあちょっと全員友達になれるまで頑張りますぽ。世界中の人とね、そうですぽね、友達になるっていうぐらいの勢いで。え、あれなんですか、いや、美沙さんなんかもうなんか友達とかなんかあんまりすごい、はい、います。いるんですか。失礼だ。違う、なんかほらあんまりそういうのを好まないのかなと思って。いや、結構飲みに行くのも好きですし、み仲間的な友達が、友達、学校 の時の友達とかも全然仲良くしたりとか。はい、いいですね。はい、あーちゃんがめちゃくちゃ、あ、それこそあーちゃんが友達と思ってなくてもあっちが知ってるみたいなのはあーちゃんが一番多いね。そうですね。じゃあ万は超えてますね、もうね。さらに超えてた。さすがラッパーちゃん。そうですね。でもやっぱ遊ぶ友達ってなるとやっぱ私もさすがに限られて、そうですよね、30人ぐらいに。そんなことない。すごいじゃん。すごい。最初の6倍ですよ。尊敬の眼差しみたいになっちゃってる。すごい。見習おうかな。かなみさん、はい、料理をよくするようになったんですね。はい、そうなんです。でもうまそうですもん、なんか。あ、ふや。そう、どうか。なんだろう。ふやって音がよく分かるね、出所が。和物が美味しそう。あ、でも確かに煮魚とか、あのぶり大根とか好きだ。ぶり大根？すげえ。なんかそうですね、あの自分のその料理のモチベーションを高めるために、はい、最近あの非公開のインスタグラムを始めて、はい、でその非公開のインスタグラムはミサ限定、ミサしか見れないような状態にして、こうミサしか見れないんですけど、で毎日こうご飯作って、こうご飯これ作ったよってこうインスタに上げて、でミサに美味しそうだねとか、なんか頑張ったね、直接やりたいですよ。なんでわざわざインスタインスタを LINE でよくね、普通に絵が並ぶので、はい、こう頑張ってるなっていうのを自分でも見て、過去のね見返りとかね、モチベーションを高めるっていうのをやってましたね。いやすごい。でもブリ大根とかって難しいんでしょ、作るの。あ、そうなんですか。あ、でも多分全然そんなことなくて、結構簡単にすぐ作れます。俺ブリ大根で本当飲み屋とか、飲み屋とか小料理屋でしか見たことないです。あ、本当ですか。もうお家でも美味しいものが作れるので、こう健康のために頑張ろうと自炊してね、はい、しております。でもやっぱり世界で一番好きなのはサイちゃんが作るえピーマンの肉詰めのハンバーグです。ありがとうございます。何ですか何ですか。佐伯さんも結構料理やりてな感じですか。もうめっちゃ上手です。教えていただいて、作ることとかも、やべえ、もうギャップだらけですね。確かに。オムライスとかふわふわなんです。トロントロン。ちなみにアカネ以外はみんな料理やります。一番やりそうじゃないですか。食べるだけです。うわ、ほんとか。揚げ物以外を、揚げ物以外をウーバーイーツにお世話になってます。なるほど。続いて、はい、ミサさん、老けたかな。1年前から老けてないよ。老けてないっぽ。どういうところが、なんかよっこらしょって言っちゃうとか、そういうことですかね。ちょっとほうれい線が増えたかな。それはみんな、みんなだね。みんなしたら切りが一本。やめとこっぽ。それはもう言わない。やめとくでしょ、ほうれい線。でも化粧落としたら、はい、赤ちゃんみたいな顔してるんですよ。そうだね。超ベビーフェイス。うわ、
いや、ミサは化粧をするようになったね。あ、確かに。ぽいい、それまであまり化粧道具がすごくこの1年でしっかり、あ、なるほど、大人になったと考えていいですか。そうだ、はい。そうだ、はい。はいはい。そして続いて最後、あかねさん、うん、一人暮らしを始めてちょうど1年が経ち、うん、家具も揃ったので毎週ニトリに行く必要がなくなりました。毎週年末年始、うん、ニトリで過ごして、あとクリスマスも、24も25もニトリで過ごして、ね、うん、はい、なんですけど今年はもう全部揃ったんで、ようやっと、はい、コンプリートしたわけですね。コンプリートしました。一番最後に揃ったものって何ですか。一番最後、最近はソファー。詳しい子ね。でもほらクリスマスは割と初めだよ。まだテーブルがなかった時だ。で、段ボールでテーブルを代用してた時に先にソファーをクリスマスにミサと一緒に買いに行ってもらって、そう、だから多分あれじゃないですかね、あのハンガーラックが一番最後に揃ってやっと完成して。結構あのお部屋はこう、じゃあそういったイメージは統一感のある感じになってる。あ、なりました。もう全部買い揃えたから、はい、実家から持ってきたものって本当に洋服の棚だけだったんで、うん、全部好きな家具に揃えて、はい、全部ニトリと、ニトリとちょっとイケアが入って、2大巨頭やないかい。イケアのものが増えてます。でもほとんどニトリに、まあ、お世話になって、ニトリのおかげで暮らせてます。